海と日本プロジェクトでは、海との関わりと海の学びを子どもたちに語り継ぐことを目的として、全国より海にまつわる民話を集めてアニメーションを制作する海の民話の町プロジェクトを実施しています。3月、東京では昨年度制作された海の民話アニメーションの上映会とシンポジウムが開催されました。上映された民話アニメを参加者は興味深く鑑賞していました。海のこと、危険なこととか楽しいことがいろいろあるっていうことが分かりました。海ってたくさんの恵みがあるので、それを壊さないように人間が気をつけなければいけないなと思いました。シンポジウムでは海の民話の価値や活用法についてゲストそれぞれの視点で議論が交わされました。見る中でやっぱり自分の心にこう響くものっていうのは必ずあると思うんです。それを他の方々にもしっかりと伝えていっていただきたいなと。でそれが海の民話をこうつなげていくことにもなっていきますし、海というものを身近に感じる、ね、このきっかけになってくれるんじゃないかなと思いますので、そういったところを、ね、頭の片隅に入れて海の民話を見てもらえたらありがたいなと思います。愛媛県からは昨年度西条市に伝わる民話地蔵ヶ浜が選ばれ、アニメーションが制作されました。民話の内容は、かつて長引く嵐に住民が困り果てていたところ、海岸に大きなお地蔵様が流れ着きます。お地蔵様を陸に上げるとたちまち天候が回復。このお地蔵様は十宝寺というお寺のご本尊として祀られたというお話です。今回民話地蔵ヶ浜を活用し地域活性化につなげたいと、地元西条市の企業とコラボしたのりあられ塩あられが完成しました。パッケージにはアニメの場面がデザインされ、地元食材である西条市産の海苔や博多の塩を使用した、この企画のために作られたオリジナル商品です。地元でこういうことがあるんだよっていうのをこうアピールできる、西条産の海苔だったりとかを使って商品を作れるっていうところにすごく魅力を感じて製造しました。子どもさんが取っていただいて、親御さんがしっかり読んでいただいて、それを子どもさんに伝えていただくみたいな、そういう流れができればなと思ってます。地元尽くしでできた商品なので、私もすごく楽しみにしています。海と日本。